皆さんこんにちは、水越美里です。本日のテーマはこちら、スックシグニチャーカラーアイズ全色レビューということでやっていきたいと思います。私的に待ちに待っていたスックの新作が発売になったので、こちらをレビューしていこうと思います。すべて塗りながらレビューをしたので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、それでは早速始めていきます。まず色を一個一個紹介する前に、全体的なところなんですけれども、スックのシグニチャーカラーアイズというものです。こちらのデザイニングカラーアイズっていうもののリニューアル版となるんですけれども、パッケージの大きさは少し大きくなっています。縦長になった感じですかね。アイシャドウパレットの中では割と大きめです。中のアイシャドウのサイズ自体も少しずつ大きくなっているような気がします。こちらのデザイニングカラーアイズは全体的にこうラメっぽいような質感だったのに対して、今回発売しているこのシグニチャーカラーアイズっていうのが4色とも全てラメではなく、1色だけマットの質感が入っているっていうのも結構大きな特徴です。あとこれはまた色ごと見ていくんですけど、ハイライトカラーみたいな感じで強めのラメが入っていたりとか、旧バージョンと比べると質感にバリエーションが結構出てるような感じがあります。こう触ってここに塗ってみた感じの粉質はどちらともすごくしっとりとしているし、そこら辺もなんか同じような気がします。なのでまあざっくり言うとですね、大きさがまず変わったっていうことと、質感にバリエーションが増えた、あとは先ほど言い忘れてしまったんですけど、発色がね結構強く出るようになりました。もともとのデザイニングカラーアイズの方も発色良かったんですけど、なんかこうどちらかというと程よく馴染むような発色だったんですけど、今回のシグニチャーカラーアイズは結構発色もそれぞれ見たままにパッと出るような気がしました。あとももちろんカラーバリエーションも変わったみたいな感じですかね。ということで、ここからは早速1色ずつちょっと試しながらレビューをしていきます。はい、こちらが1番の水花というカラーです。パレット全体はこんな感じになっております。あのブラウンっぽく見えるんですけど、少しグレーがかったようなブラウンをしているかなと思います。この部分がハイライトカラーで、ラメ感が強いところになっていて、ここはラメっぽい質感で、ここも締め色のラメっぽい質感、ここがちょっとマットな質感っていう風になっています。やっぱりね、このラメ感の強さは旧バージョンにはなかった部分ですよね。結構しっかりラメっぽいです。でもこう角度つけるとわかると思うんですけど、色が乗るというよりか本当になんかラメが乗るような、そんなイメージが近いです。ここのラメ感も同じくらい、ここのマットはやっぱり少しこっちに比べると控えめで、ふんわりとしたような質感をしています。早速ちょっとこちら塗っていきます。ちなみに使い方はお好きなので全然いいと思うんですけど、一応そのベーシックな使い方を聞いてきました。2パターンあるみたいで、こっちの色をメインにするのか、それともこちらの色をメインにするのか、大きく分けて2つあるようです。今回はこちらの方をメインにするやり方で塗っていきます。ではまずあの明るいハイライトカラーをアイホールの全体に塗っていきます。はい、こんな感じです。めっちゃこれだけでもう綺麗すぎる。やっぱりですね、色が乗るというよりかはなんかこうラメが透明感あふれる感じでまぶたの上に乗ってくれます。というかですね、ちょっと下まぶたどうやってメイクするのかちょっと全く聞き忘れちゃったんで、下は自己流でいきます。そしたら次こちらの色をまた全体に同じような雰囲気でのせていきます。すごくないですか、これ。今塗った時にもうガッと変わりましたよね。最初のせた時は透明感のあるラメがチラチラしてる感じだったんですけど、この色のせたことによって一気になんかツヤっぽい感じになった気がします。なんですけど、下からこのラメは透けてるみたいな感じ。めっちゃ綺麗じゃないですか、これ。すごいすごい。でブラウンなんですけど、少しグレーっぽさあるというか、やっぱりちょっと大人っぽい感じになります。そしたら次はマットを塗っていきます。なんか色を重ねるごとに深みはどん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 出てくるんですけど、なんか濁っちゃう感じが全然ないです。なんかすごく綺麗に混ざり合うなと思います。下まぶたは2色ミックスして入れていきます。私もっとサクサクレビューしていくつもりだったんですけど、全然サクサク進めないです。すごく素敵。今塗った感じもうこれでね、すごいいいと思うので、締め色がなくてももう OK かなって思います、正直。だけどせっかくなので重ねていきます。はい、ということで完成しました。力を入れなくてもここまでしっかり発色するので、やっぱり色を楽しむことはすごくできると思います。ただもう少し淡めに使うことも全然できちゃいます。はい、マスカラも塗って完成させてみました。両目とも塗ってみましたが、
本当にね、素敵。意外とこうやって見てみると全然なんかベーシックなカラーなので、オンでもオフでもどっちでも本当に使いやすいカラーだと思います。ただ可愛いというよりかは少しなんかこう綺麗めな大人っぽいような印象にはなると思います。はい、他にはやっぱりないような色の配色と質感だと思います。はい、お次は2番の陽光色というカラーです。この2番ですね、今回発売された中でもかなりの人気色らしいです。確かにすごく可愛いですよね。パッと見た感じはオレンジっぽいようなアイシャドウパレットです。オレンジ、ゴールド、テラコッタ、そんな感じのイメージかなと思うんですけど、すごく綺麗で、この締め色もやっぱり濃いブラウンじゃなくってなんかテラコッタブラウンみたいなところが本当にこの調和取れてるなと思うんですけど、さっきの1番がちょっと大人っぽい感じだとするとこちらの方がナチュラルに使えるのかなという気がします。温かみある感じに仕上がりそうです。はい、2番はですね、今度ここがマットになってるんですけど、塗り方自体は先ほどと全く同じでやっていきます。なのでまずハイライトカラーを全体に塗ります。ではお次はマットなカラーをまた全体に塗っていきます。1個目はですね、ここがラメだったのでちょっとそこのあたりは違いますが、使ってる場所としては同じです。はい、こんな感じになりました。上からマットを重ねることによってラメ感がやっぱりちょっとね控えめになるような感じがあります。次はメインカラーのオレンジを使っていきます。そしたら下まぶたもオレンジだけ入れていきます。でこのあたりにあの最初のねハイライトっぽい色をのせて、締め色のブラウンもこっちの目尻だけ塗っていきます。はい、ということで完成しました。こんな感じです。いかがでしょうか。まあ、オレンジすぎずにブラウンすぎずにその間くらいかなっていう感じです。もちろんもっとオレンジを際立たせるような使い方をすることもできるとは思うんですけど、下に塗ったのマットの色とかが少し落ち着いた感じのブラウンが効いてるので、それの上からオレンジを重ねることによっていい感じに混ざり合うなと思いました。今回の使い方で言うとそんなになんかオレンジっていうよりかはテラコッタとかゴールドみたいなイメージの方がそれこそ近いのかなっていう感じです。はい、すごい大人オレンジって感じの言葉がぴったりです。次の色に行きます。3番光グレというカラーです。サイト上で見た時に2番と似ているなというふうに思ったんですけど、2番と比べるとこちらの方がかなりブラウンっぽいというか黄みが強い感じがします。こう見比べてもらうとお分かりいただけると思うんですけど、オレンジって感じで、こっちはベージュ、黄色、ブラウン、まあそんな感じですかね。色味もこんな感じで全体的にやっぱりブラウンっぽいというか黄色っぽい黄みが強いようなブラウンをしています。今回はこれ塗ってこれ塗ってこれっていう順番でいきます。はい、ということで3番も塗り終わりました。こんな感じです。結構ですね、なんか思ってたよりも明るい感じ、華やかな感じに仕上がりました。ゴールドっぽいような感じが結構しっかり出るので、ブラウンなんだけど少し顔の印象自体も明るくなるような気がします。遠くから見てもお分かりいただけますかね。2番と確かに似てるっちゃ似てるんですけど、なんかこっちの方が結構ナチュラルな感じがしました。2番の方がちょっと深みが出ていて、こちらの方がよりなんかあっさりしたような感じに見えるかなと個人的には思いました。ただまあこちらも結構ベーシックな感じで、それこそオフィスとかあのオンでもオフでも両方使えるようなカラーではあるので、シーンを選ばずに使いたい方とかはいいかもしれません。はい、お次4番のスミナデシコを使っていきます。こちらもですね、2番と同じくらい人気っていう風に聞いています。めちゃくちゃでも確かに今回の中でも私すごい楽しみにしてたパレットです。デザイニングカラーアイズの時にもすごく人気だったのが4番のアヤナデシコっていうカラーで、多分ちょっとねそれを意識したようなイメージで作られてると思うので気になっていました。比べるとなんか少し全体的に色味は濃くなったのかなっていうような気がしています。こちらの色メインでもすごい可愛いと思うんですけど、やっぱりこのピンクをちょっと際立たせていきたいと思います。こういう感じで塗っていきます。今塗ったマットの色めちゃくちゃ淡くて可愛いです。まあ、すごい薄めなんですけど、これだけで仕上げてしまうのも一つ方法として全然ありかなと思います。
はい、ということで塗り終わりました。工程のシーンでは撮ってないんですけど、ここにちょっとハイライトのカラーを乗せています。アヤネテシコの時はツヤと発色が綺麗にこう混ざり合った色だったんですけど、こっちは色は色で出すし、ラメっぽい感じは別でまた出てくるしみたいな、ちょっとなんか別で両方とも主張し合っているような印象が個人的にはあります。アイシャドウパレットだけで見るとすっごい可愛い感じなんですけど、実際こうまぶたに塗ってみると、まあもちろん可愛いんだけど、ちょっと大人っぽいような雰囲気も出せるなと思います。ピンクはピンクでもなんか可愛いすぎる感じになりにくいかなと思います。個人的には今髪の毛ちょっと赤みがあるというかピンクっぽい感じなので、すごい合わせやすい色だし、楽しみにしてた色なんですけど、大正解って感じです。はい、はい、お次5番の明け影というカラーです。こっちの2つがかなり落ち着きのあるグレーっぽいブラウンで、この赤だけが本当にパッと目立っています。ここちなみにマットです。質感は店頭でちょっと B さんともお話ししていた時に、この色は結構可愛いですっていう風に推していたので、魅力もお伝えできればなと思っています。スウォッチはこんな感じになっています。赤が派手な分、この他の色が結構落ち着いてるので、なんかバランスは取れるのかなと思ってるんですけど、この赤をメインにしたいので、こういう順番で塗っていきます。赤がちょっと強くなっちゃったんで、上からこの色を重ねてみます。はい、こちら仕上がりました。こんな感じになっております。確かにこれ思ってたよりめちゃめちゃ可愛いです。塗っている時赤が少し強いかなと思ったんですけど、その赤をまたさらにぼかしていくことによって全然きつくないし、すっごい綺麗になじむし、だけどちょっと色っぽい感じも出るし、本当に可愛いと思います。この赤っぽい色と下とか上でぼかしてるくすみっぽい色の相性が本当にいいです。普段使いというよりかはどちらかというと、やっぱり特別な日だったりとか遊びに行く時に入るようなカラーかなとは思うんですけど、まだ6番使ってないんですけど、今回今見てた中でパレットの見た目以上の、なんかその期待以上の仕上がりになったのはこれかなって思います。本当にすごい素敵です。赤色がやっぱりこれだけで使おうとすると結構強いので、この赤をいかにうまいことこの2つでぼかすかっていうところが肝かなって思うんですけど、なんかそんな難しいことは全然なくって、赤の上からちょっとだけこのブラウンを重ねることによって本当に綺麗になじむので、難しそうだけど全然難しくないし、なおかつ色っぽい感じに仕上がるパレットだと思います。この1個7000円ぐらいするパレットなので、なかなかあの赤が入った色を調整して使おうって思わないかもしれないんですけど、ただ個人的にはやっぱりこの配色のパレットってそうそう売っているものでもないし、持っている方も多分少ないかなと思うので、ちょっとこう普段持ってないものを欲しかったなっていう方とか、ブラウンもオレンジもピンクももうやり尽くしたよみたいな方とか、ぜひチャレンジしていただくといいんじゃないかなと思います。個人的には結構おすすめです。はい、最後6番深かなでというカラーです。特徴的なパレットかなと思うんですけど、ブラウンとこの色はですねカーキっぽい色で、ここちょっと青っぽく見えるんですけど、個人的にはグレーとネイビーが合わさったような色に見えました。この色強く出してもいいんですけど、一応締め色カラーなので、メインで使うのはこっちのカーキの色とかこっちのブラウンなのかなと思っています。もちろん自由ですけどね。カーキはカーキなんですけど、そこまでこう緑っぽい感じが前面に出るわけではないので、意外と馴染むのかなとは思っています。やっぱりカーキメインにしたいので、こっち行ってこっち行ってこうっていう塗り方でやっていきます。はい、塗れました。こんな感じです。カーキっぽいの伝わってますかね？
伝わっていればいいなと思うんですけど、やっぱりね、印象としてはどちらかというとかっこいい感じ、クールっぽいようなイメージにはなると思います。こうちょっとすっきりとしていてかっこいい感じかなと思うんですけど、見た目でこう見た時の使いにくいかなっていう感じは全然本当にないです。確かに初心者の方とかに向けて言うのであれば、この色よりも他の色の方がちょっと使いやすいかもとは思うんですけど、特別工夫して使わなきゃいけないとか、塗る順番が他のやつよりもちょっとこうしなきゃいけないみたいなところは全然ないです。普通に使っても綺麗に色が出るし、あのパレットの良さ、このカーキとブラウンとの馴染みの良さとか、そのあたりはしっかり普通に塗っても出るかなと思いました。まあ本当にどういう印象に持っていきたいのかっていうふうには思うんですけど、ただ今回使った6色の中では一番クールっぽいのには近づくかなと思います。はい、ということで全色目元の写真を並べるとこんな感じです。もう本当にね、好みかなとは思うんですけど、この間聞いた感じだと人気なのは2番と4番です。個人的に結構ベーシックで使いやすいなと思ったのは、まあ2番と3番ですかね。ただ総じて全体的に本当に使いやすい色が多いなという印象です。で、まあ個人的に好みを決めるとしたらめっちゃ難しいんですけど、でもやっぱり4番は好きだし、5はでも好きかな。4、5かなって感じです。好きなのは新作アイテムの定番商品なので、もし品切れになったとしてもまた再入荷があるので、検討していた方はぜひじっくり考えていただければいいのかなと思います。はい、ということで本日はスックの新作アイテムレビューということでやっていきました。限定色は含まれていないんですが、新作の定番はざっとレビューできたかなと思います。もう本当に私待ちに待っていた新作アイテムだったので、それぞれコスメのね魅力がお伝えできていれば嬉しいです。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。